今回は1080話の内容から考えられる衝撃的な展開を考察していきます。アニメや単行本に含まれない内容があるのでネタバレ注意でお願いしますね。1ヶ月以上の休載を経て再開したコナン、伊達刑事が過去の回想シーンとして登場するなど、警察学校組のファンとしてはたまらないシリーズになっています。そんな中、今回のシリーズでは安室さんに関係する禁断の再会シーンが登場。そして次回の1081話では安室さんの素性がバレてしまうのではとも考えられるのです。驚きの考察に移る前に、まずは今回の話をざっと紹介しておきましょう。伊達刑事が残した謎のメモが見つかり、少年探偵団佐藤刑事、高木刑事は喫茶ポアロに集まります。ポアロにはあずささん、安室さんもいて、みんなで話をすることに。するとポアロが事件の取引の場所として指定されていたことが発覚。またあずささんの情報から、毎週日曜日に謎の車がお店の前にやってきていて、車に乗っている金髪の少年が人質だと判明しました。高木刑事も伊達刑事とのやり取りを思い出し、その少年はある誘拐事件の人質ってことも明らかになります。謎の車は毎週日曜日の12時ぴったりに来ていて、今の時間は日曜日の11時54分。約5分後に例の車が来るのではとなり、ポアロにいるメンバーで事件を解決することになります。作戦を取り仕切るのは警視庁の佐藤刑事と高木刑事ではなく、小学1年生のコナン。大の大人たちはコナンの指示通りの配置につき車を待ちます。すると予定時刻ぴったりに例の車が。後部座席には人質の少年も乗っています。安室さんの名演技に騙され、犯人が車を降りたところに佐藤刑事が登場し確保に。しかし間一髪のところで逃走されてしまいます。人質の少年は無事に保護されますが、他にも人質がいることが発覚し、今回の1080話は終了となりました。人質の少年が保護されて一安心だけど、全部コナンの作戦。日本の警察は何やってんだよバロと言いたくなりますよね。犯人の行方や他の人質などの続きが気になりますが、1080話ではある驚きのシーンが登場していて、次回には安室さんの素性がバレてしまうのではとも思えるのです。どういうことなのか順番に紹介していきましょう。今回の話はある驚きの再会がありました。それは安室さんと佐藤刑事の2人の再会です。2人は原作だと初対面でしたが、実は一度会ったことがあります。それは警察学校編の最後に書かれた卒業式の時です。卒業式会場の前には鬼塚教官の愛車である RX7 が止まっていて、そこにやってきたのが当時大学生の佐藤刑事。鬼塚教官の車は殉職した佐藤刑事の父親から預かっていた車だったため、佐藤刑事は足を止めて車を眺めていたのです。するとそこに安室さんが。安室さんは佐藤刑事に向かって、卒業式を見ていきませんかと話し、この時に対面しています。安室さんは色黒に金髪でハーフ、さらには国宝級の顔面を持つなど、かなり特徴的な人物。高木刑事や千葉刑事みたいな普通の顔面ならすぐ忘れちゃうけど、安室さんなら一度会ったら忘れませんよね。となるとどうなるのか。佐藤刑事が安室さんのことを思い出したら、安室さんの素性がバレてしまうのです。前回は何も感じていなかった佐藤刑事だけど、1080話ではある衝撃的な一コマが登場しています。みんなで話している時、安室さんはキレッキレの推理を披露。すると佐藤刑事が反応し、ねえあなた、どこかで会ったことない？と質問をしたのです。安室さんは、え、今日が初めてですけどと答えましたが、佐藤刑事はかなりキリッとした表情で、ある程度の確証があって言ってる様子でした。そのため間もなく佐藤刑事は安室さんと会った警察学校の卒業式を思い出し、警察の関係者だとバレてしまうのではないでしょうか。でも最近のコナンは救済続きで、伏線は回収されずに溜まっていく一方、もう厄介なんだよって感じですよね。佐藤刑事が安室さんを思い出すのも10年後くらいになりそうな気もするけど、なんと次回の1081話で思い出しそうな展開が考えられます。その理由は2つです。1つ目は今回登場した一コマ。今回の話は安室さんの同期であり高木刑事の先輩だった伊達刑事のメモを元に話が進んでいます。そんな中、
もう一人の同期組の名前も登場しました。それは佐藤刑事が思いを乗せていた松田刑事です。松田刑事も安室さんの同期であり、佐藤刑事と両思いでしたが爆発事件巻き込まれて殉職しています。今回の話だと松田刑事は特に関係がありません。でも高木刑事が誘拐事件を思い出して話している中、佐藤刑事の口から松田くんの言葉が発せられたのです。事件とは関係ないのにわざわざ松田の名前が登場したのは、佐藤刑事が安室さんを思い出す布石になっていると考えられるでしょう。そして理由2つ目は、次回 RX7 の登場によって記憶が蘇ると考えられること。安室さんと佐藤刑事が会ったのは RX7 の前でした。そしてこの RX7 という車は安室さんと佐藤刑事が愛車として乗っている車でもあります。2人をつなぐ RX7、 実は前回かなり意味深なシーンが登場しています。少年探偵団たちは道端で捜査中の高木刑事たちに遭遇しポアロに来ました。他にも刑事がいましたが、ラブラブの2人は一緒にご飯を食べて帰ると伝えます。その時に佐藤刑事が言った一言が、私と高木くんはお昼を食べた後 RX7 で署に向かうからの言葉だったのです。普通なら車で署に向かうからで十分意味は伝わりますよね。そもそも RX7 で車種を知らない人も多そうですから、何言ってんだよバロって思われても仕方のない発言です。ではどうしてわざわざ車種を口にしたのか、それは安室さんを思い出すきっかけになるのではないでしょうか。1080話の最後は、佐藤刑事は犯人を追いかけ、安室さんと高木刑事は少年探偵団と一緒に人質を保護する場面で終わりました。次回はおそらく残っている人質の元に向かうはず。高木刑事は佐藤刑事と帰る予定だったので、ポアロには車で来ていません。となると残る人質の元へ向かうにはどうするのか、安室さんの車で向かうことになります。安室さんの運転テクニックはコナンの登場人物の中でもトップクラス。モノレールの上を軽快に走り抜けてしまうほどなので、操作でもかなり役立つことでしょう。次回の展開を予想すると、安室さんたちは車で残る人質を救出し、佐藤刑事は犯人を捕まえて、最後にはみんなが合流する流れが考えられます。すると2人が卒業式で会った時みたく、安室さんと佐藤刑事、そして RX7 が揃うことに。この組み合わせによって佐藤刑事は安室さんを思い出し、警察関係者だってことがバレてしまうと考えられるのです。今回舞台となっているポアロは黒の組織のラムがバイトをする真横の危険エリアでもあります。もし事件の騒ぎを聞きつけて脇田が出てきたところで、安室さんって警察関係者ですよねって一言が発せられてしまったら、安室さんはかなり危険な立場になってしまうと考えられるでしょう。今回は1080話の内容から安室さんの正体が佐藤刑事にバレてしまう展開を考察してきました。佐藤刑事の意味深な RX7 発言、松田刑事の名前も登場、人質がもう一人いる中で安室さんの RX7 も出動って情報をまとめると、次回の1081話はかなり注目の回になりそうです。安室さんの無事を祈りながら、ポピはいち早く情報を入手するため今から本屋さんに並んできます。皆さんが考える今後の展開もぜひコメント欄で教えてくださいね。